はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、AKB48 で14歳という最年少にもかかわらず、センターを務めたですね、長谷川桃香さんというですね、アイドルの方が、ものすごくですね、不可思議な辞め方を、急にしたということに関するニュースになっております。はい。これ何かというとですね、今ですね、AKB48 でですね、ものすごく波紋がですね、広がっているある事件があるんですね。これ何かというと、AKB48 で最年少センターになったですね、長谷川桃香さんというですね、もう次世代エースといいますか、これから先 AKB を背負って出すと言われてたですね、そのアイドルの方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、めちゃくちゃ不自然な辞め方したんですね。はい。というのは何かっていうと、この方ですね、今本当に人気があるんで、ほんの数日前にですね、歌番組でですね、AKB48 のセンターを務めたんですね。はい。で、しかもですね、その数日後にですね、トリプルキャストでやるですね、まあ舞台、いわゆるその主演の舞台があったんですね。なんとですね、その主演の舞台が公開される当日ですよ。当日、その日の朝早く、まあ真夜中くらいかな、にですね、なんと活動辞退&契約解除を発表したわけですね。あまりにも不可解すぎますよね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、今回のですね、不可解すぎるですね、契約解除の理由は、未成年飲酒にある説がですね、かなり強いという件に関して、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。はい。まずですね、今回の話をですね、一から振り返っていきたいと思います。はい。まあ、言ってみたらですね、AKB48 っていうのは、まあ、昔に比べるとですね、正直言ってちょっと勢いは落ちちゃったかもしれませんけども、まあ、言ってみたらまだまだ国民的アイドルグループではありますよね。でですね、そんな中においてですね、今ね、ものすごく勢いのある子がいるんですよね。それが誰かっていうと、この長谷川桃香さんっていう方なんですね。この長谷川さんって何がすごいかっていうとですね、入ってまだですね、AKB に入って1年か2年目くらいなんですけど、なんと14歳にしてですね、AKB48 のセンターを務めてるんですね。これやっぱものすごいことなんですよ。まあだから言ってみたら、これから先の AKB を背負って立つ人物って言っても過言ではないくらいですね、まあファンの人たちも期待してたし、まあ言ってみたらですね、その AKB 運営も期待してたメンバーの方なんですね。で、外見としてはですね、めちゃくちゃ大人っぽいですね。大人っぽい。うん。僕もですね、この方の画像を見させてもらったんですけども、14歳ってことは、まあ中2だと思うんですよ。まあもしかしたら中3かな?わかんないですけど、なんですけども、外見だけで言うとですね、普通に高校3年生とか、下手したら大学1年生って言ってもいいんじゃないのかなってくらい、なんかすごい大人っぽい感じの子ですね。はい。で、実際問題はですね、この方ですね、顔面国宝なんて言われてたりもしてるらしいんですね。すごい話ですよね。顔面国宝ってっていうね。はい。でですね、そんな長谷川桃香さんが、急にですね、グループ活動をですね、グループ活動を辞退することが分かったんですね。で、これが発表されたのがですね、2021年の3月26日なんですよ。うん。で、ちなみにですね、これ運営会社としては何て言ってるかっていうとですね、これ DH 社ってところなんですけども、活動自体の意向を受け、今後の活動について協議した結果、本日3月26日付で弊社との専属マネジメント契約を合意、解約することになりましたというふうに言ったんですね。はい。で、さらにそれに伴い AKB48 のですね、メンバーとしての活動を終了することになりましたので、ご報告させていただきます。突然のお知らせになりまして、お世話になりました関係者の皆様、これまで応援していただいたファンの皆様には心よりお詫び申し上げますと言ったんですね。はい。でですね、これ何がすごいかっていうとですね、まあ今26日、3月26日にですね、この契約解除ということを発表されたわけなんですけども、なんとですね、3月27日、その次の日ですね、にですね、なんと、この舞台がね、用意されてたんですね。はい。上演する舞台、マジムリ学園ライっていうですね、その、まあ、舞台があって、それのトリプルキャストの中の一人、まあ、つまりの主役ですよね。主役で、その舞台がね、そのね、公演する、なんとその前日ですね。はい。まあ、前日って、って言ってもですね、ほぼ当日みたいなもんなんですけども、その発表された時間的に考えるとね、にですね、なんと活動自体、そしてその舞台も当然降板するということが発表されたわけなんですね。はい。これがいかに異例な事態かってことがこのあたりからよくわかりますよね。だって舞台なんてですよ、普通に考えたら1ヶ月2ヶ月とか下手したら3ヶ月くらいですね、みっちり稽古して稽古して、もう稽古に稽古を重ねてやるものなわけじゃないですか。にもかかわらずですよ、当日にですよ、降板しちゃうんですよ。はい。ってなったら、もうどうすんのって話ですよ。この舞台自体やれんのって話ですよね。新しく主役を急に据えるのも難しいですし、どうなっちゃうのって話ですよね。だから逆に言えばですよ。逆に言えば、こんなですね、舞台、何ヶ月も用意してきた舞台を当日でキャンセルするくらいの、ものすごいことが起きたってことがよくわかりますよね。
でですね、ちなみになんですけど、先ほどセンターをも、勤めたの話に関して言うとですね、この2日前の3月24日に行われた日本テレビ系音楽番組のプレミアムミュージック2021でですね、フライングゲットを AKB48 を歌ったんですけど、その中でこのね、長谷川さんはセンターにですね、選ばれたというわけなんですね。はい。で、長谷川さんがですね、あまりにも可愛かったということで、長谷桃がですね、トレンド入りされたと。はい。まあだからこの長谷川さんの、まあ、あだ名なんですかね。っていう方なんですよ。はい。つまりまとめますと、24日にセンターを務めて、ね、長谷桃っていう名前がトレンド入りして、そして26日に活動辞退、ね、契約解除を発表されて、そして27日の舞台がこれでおじゃんになったと。まあ、こういった形なんですね。はい。で、ちなみになんですけども、このことについてですね、その会社の方ですね、は何を言ってるかっていうとですね、著しくですね、その信頼関係が損なわれることがあったっていうふうに言ってます。はい。まあ、つまり、まあ、一言言うと、長谷川さんが何かをやらかしてしまったというわけなんですね。それが発覚したというわけなんですよ。はい。でですね、じゃあこれ一体何なのかって話なんですけども、これね、今のところですけど、あくまで今のところの話ですよ。未成年飲酒というのが濃厚らしいですね。はい。というのはこれ何かっていうと、まあ、僕自身もですね、一番最初これを知ったときは、あ、よくあるこの男関係のなんかかなって思ったんですよね。やっぱりですね、このアイドルの方が急に辞めるときっていうのは、まあ、大概男関係なんですよね。まあ、例えばですけども、その彼氏とね、キスしてる写真とかそういうのが流出しちゃったとかね、まあ、よくあるそういうパターンなのかななんて僕は思ったんですよ。はい。でも実はこれですね、未成年飲酒という説が今のところかなり強いんですね。というのはなぜかっていうと、この長谷川さんがですね、飲酒してるシーンといいますか、その画像がですね、今ネットにブワーって流出してるんですよね。すごい勢いで。はい。で、これ何かっていうと、長谷川さんがですね、そのお酒の缶をですね、持って、まあ、その、持ってるっていう画像なんですよね。だから飲んでる最中の一コマみたいな写真なんですよ。で、先ほども言いましたけど、長谷川さんは外見はめちゃくちゃ大人っぽいけど、まだ14歳なんですね。だから中2か中3なんですよ。はい。だから中2か中3で酒飲むっていうのは確かに結構早いイメージが、ありますよね。はい。でですね、この写真がですよ。つまり何が言いたいかっていうと、この写真がですね、急激にですね、ブワーってこのね、26日、3月26日あったのタイミングで、ブワーってネットに広まった結果、AKB 運営の方がやばいってなって、著しく、その信頼関係を損なうことがあったということで、すぐさま契約解除に至ったのではないかっていうですね、そういうことなんじゃないかっていう話なんですね。はい。じゃあですね、次に、このね、タイミング、3月26日、このタイミングで、なぜ急にですね、この画像が拡散されたのかって話なんですけど、ここに関してはですね、諸説あるので、ね、これがね、絶対にそうだっていう話はできないんですけど、一つのですよ、一つの説として今あるのが何かっていうと、不自然な辞め方をした他の AKB 若手メンバーが関係あるのではないかっていうふうに言われています。はい。これ何かというとですね、去年のですね、9月か10月ぐらいにですね、今回のね、その長谷川さんと同じようにですね、急にね、変なタイミングで辞めた3人のメンバーがいるんですよね。はい。まあ、いわゆるですね、合意のもと辞めましたよ、みたいな文を出してるんですけど、明らかに不自然なんですよ。長谷川さんと一緒で、前日まで普通に活動してたような子が急にパーンって辞めたんですね。しかも3人。はい。で、この3人がなぜ辞めたかというと、いわゆるその飲酒問題が発覚したんじゃないかっていうのが、かなりですね、噂として流れてたんですね。はい。で、つまり何が言いたいかっていうと、その3人と共に、実はこの長谷川さんも飲酒をしていて、ただ長谷川さんに関してはそのことがバレずに免れていたと。はい。ただ、このタイミング、3月26日あたりのこのタイミングで、長谷川さんのその写真が急に流出したと。はい。つまり、その辞めた3人がですね、長谷川さんのことを妬んで、もしくは長谷川さんが、センターになったとかそういうのもあってですね、なんとか引きずり下ろしてやると思って、その写真を流出させたんじゃないか、みたいな、そんな噂、あくまでこれ噂ですからね、っていうのが出ているという状況です。はい。っていうのがですね、現在の状況になりますね。はい。ただですね、僕が思うのは、この3人が果たして流出させたのかとかですね、この3人が長谷川さんと関係あるのかっていうのは、これはもう本当全然わかりません。まだまだ。言ってみたらですね、噂が噂を呼んでいる状態ですから、こういった状態っていうのがはですね、デマにですね、おひれはひれがついてですね、広がっていくっていうのはよくある話ですからね。はい。ただですよ、ただ一つだけ、これだけは揺るぎないことがあります。それは何かっていうと、長谷川さんがお酒をね、持ってる、いわゆるその飲酒しているですね、画像が完全に拡散されてるっていう、ここに関しては事実です。はい。なので、いわゆるですね、その3人が関係あるかどうかはわかりませんけども、少なくとも長谷川さんが急に辞めたっていう理由は、
中八九ですね、このね、まあ、お酒の件なんじゃないのかなというふうには思ってますね。はい。まあ、やっぱさすがにね、中学生、女子中学生の飲酒シーンっていうのは、まあ、なかなかね、まずいんじゃないでしょうかね。特にこういうご時世ですからね。はい。コンプライアンスというものがものすごいことでガンガン厳しくなっていってる昨今ですね。やはりですね、なかなかこれは、っていう話なんじゃないでしょうか。で、特にですね、やはりその AKB48 の顔、センターに抜擢されて、主演舞台までやるっていうですね、まあ、言ってみたら、おせじゃないですけどね。うん。言ってみたら、運営側も長谷川さんを買おうとしてこれから押してきますよというね、売ってきますよっていうですね、そういう時期だったわけじゃないですか。で、そういう時期において、その飲酒とかが発覚してしまうってなると、やはりですね、迅速に対応しないといけないって思ったのかもしれませんね。だから、まあ、ちょっと嫌な言い方をしますけども、まあ、箸にも棒にも引っかかってないようなですね、全然まだ有名じゃないメンバーが飲酒のね、写真がこうね、バーって広まったんだったら、まだね、そんな急にですよ、ここまで急にね、対応するってことはなかったのかもしれません。はい。あくまで顔として売ってきたいんだってくらい押してる人がなっちゃったからこそ、早くこれ動かなきゃっていう風に、今迅速な対応がね、今回行われたんじゃないのかっていうのが僕の中の見解ですね。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございます。